はい、けんさん TV です。本日はもう見えないですね。イトーヨーカドーで買い物してきました。一番のメニューはこれですね。ファブリーズとコラボしたひんやり敷きパッドですね。はい、西川とセブンイレブン、イトーヨーカドーがコラボしたファブリーズ消臭のひんやり、敷きパッドを一つ購入しました。まあ、この夏なんでね、ちょっと暑くなってきたのでこれを引いて、快適に過ごしたいなと思います。で、お次は、忘れました。今週の検査日の買ってみた。はい、次は、オーガニックコットンパイルタオルケットを買いました。これは夏なんでね、ちょっと暑いんで掛け布団もちょっと夏仕様に買いました。そしてバスタオルを2枚。はい、でこれが、まあ暑いんでね、お茶とか水とかをすぐに入れて、まあ、しかもこれ熱湯も OK、 横置きも OK っていうやつ、1個同じやつも同じやつの白持ってるんですけど、それのブルーがあったので購入してみました。で最後はイトーヨーカドーじゃないんですけど、近くにあったスリーコインズで、雨の日にね、なんていうんですか、雨の日にこう傘を入れてもね、あのカバンの中に入れても濡れない、このこういうのなんていうんですかね、折りたたみ傘ポーチってやつをね買いました。今までも熊さん柄の持ってたんですけど、これなんかこの柄かわいいなと思って買ってみました。そしてね、傘がね2日連続で壊れたので、これはまあイトーヨーカドーで買ったわけじゃないんですけど、キュイの僕が大、ね結構ずっと注目してたメーカーなんですけど、キュイの、これは自動開閉式のボタンを押した自動で開く傘ですね、購入しました。3000円なところ 20% オフだったので、まあ2400円ぐらいで、はい、どんな感じの傘なのか、またね刺すのは楽しみ、まあ、まあ雨は嫌いなので楽しみではないですけど、まあちょっと日常にね、傘も自分の気に入りのメーカーの持ってるとまあ楽しいかなと思って買ってみました。以上を検査ティミーの買ってみた、まあこんな感じで、もう今回はもう日常品ばっかしですね。それでは、けんさん TV でした。